札幌伏見稲荷神社の上田一徳王の日、上田万平は、北海道札幌市中央区縁山の基礎を築いた開拓者たちの中心人物。同様に、縁山の発展に尽くした上田前七の兄である。1841年、南部藩市中村仁志郎の次男として生まれるが、弟の前七と共に上田家の養子となり、以後は当家の姓を名乗る。 1855年、判明を受けて、室蘭神社に1年ほど在籍する。この時15歳。1871年3月、開拓誌の募集に応じて、家族ともども演山に入職し、村の組頭を務める。万平は、開墾を手掛ける一方で、基金に備える、必要性を感じ、米を貯蔵するための倉庫を各地に建てた。また、妻に酒雑貨屋を開かせたところ、 石区たちが顧客となって繁盛する。1875年、円山村副総代に選出。1876年には総代に就任し、以後30年間にわたり各種の公職を歴任する。1884年、開拓誌の廃止後に貯蔵していた準備米が大蔵省へ移管されたため、円山石国会を設立して民間による食料備蓄を始める。 1910年、万平の功績を称えて、萌岩村が大通り西二十丁目に、上田一徳王の日を建立する。1914年、乱樹法省受賞。また同年には、北海道庁の許可を得て、全七と共に丸山登山道を切り開いた。1917年没。去年77。演算石国会の活動は、 万平なき後も1930年まで続けられた。上田一徳王の石文は札幌伏見稲荷神社境内へ移されている。ありがとうございます。